行ってて。
おい君、どこから入ってきた？どこから入ってきた？ててて。君は雛見様の住所と名前は言えるか？一応ここに住んでますけど、名前は前原圭一で、あ、住所は獅子骨市雛見沢村。本部、応答願います。本部、応答願います。402生存者発見。繰り返す、402生存者発見。場所は営林署入り口前。生存者は健在、全身に外傷を認められるも生命に支障なし、自立歩行可能。これより保護し本部へ送致します。すみません、何かあったんですか？君はどこにいたんだ？何をしていたんだ？ずっと山に入ったところにある吊り橋から河原で多分気絶してました。今日が何曜日かもよくわからないです。今日は昭和58年の6月22日水曜日だ。改めて聞きますけど、何があったんですか？なんで自衛隊が来てるんです？何かの訓練ですか？より首相官邸で行われました。記者団からの自衛隊の災害出動が迅速に行われなかったことが前例のない未曾有の大災害に直結したのではないかとの質問に対でありまして、県知事からの派遣要請を受けて迅速に対応したものととこのように述べ、要請を受けてからの自衛隊の出動は迅速であった。むしろ県側の事態把握に遅れが、そもそも自衛隊の派遣を要請した県知事は災害発生から前例のない大災害であることをいつ認識できたのか、そして災害派遣要請までにいわゆるお役所的なロスタイムが生じ、被害の拡大を招いたのではないか、今後の究明が待たれています。首相官邸より報道部の尾形記者がお送りしました。さて、ここでもう一度災害発生からの行政の対応を振り返ります。
事態はもっと改善されていた可能性が高いでしょう。少なくとも村全滅という惨劇は免れた可能性があります。しまったのが致命的でした。とにかく深夜の就寝中というのが不運でした。同じ災害でも日中に起こっていれば全く違ったでしょう。先生、ありがとうございました。今、防衛庁から発表があったものです。防衛庁の森川さん。はい、防衛庁です。先ほど防衛庁は、日南沢村ガス災害の主原因となった火山性ガスについて、陸上自衛隊科学学校での分析の結果、二酸化炭素と硫化水素の混合ガスによるものだったと発表。森川さん、そのガスは依然として噴出を続け、現在、日南沢村で救助活動に入っている自衛隊第9師団の報告として、ガスの濃度は徐々に薄まりつつある。これ以上の被害の拡大はないと発表しました。ですが依然、南沢村地区は危険な状態にあることには変わりなく、今後も注意深く監視を続ける必要があるようです。防衛庁から報道部の森川記者がお伝えしました。続きまして、避難を余儀なくされている沖宮地区住民の模様をリポートします。現在、避難所の一つとなっている下篠崎小学校に…何ですか？それ…
大丈夫だよ。具合は歩けるかい？歩けます。外傷多数、骨折もしくは内臓損傷の可能性、頭部に大きな裂傷、瞳孔正常、眼底に出血なくも脳内損傷の可能性は否定できず。呼吸が停止したぞ。気道確保、人工呼吸、絶対に行かせ。畜生、もうこれ以上死者はごめんだぞ。死んでもいい命なんかないんだ。殺すな。Thank you.
なんだか録音されてると思うとすごく喋りに気にしない気にしない。ほら、こうすれば録音してるのも気にならないでしょ。じゃあ始めるね。まず最初の質問から。圭一君はあの大災害の夜どこに。神社から裏に抜けてずっと林道を進んで吊り橋があるんですよ。山に入る少し前にそこから落ちて気を失ってました。それは大災害の夜、つまり いえ21日の火曜日の朝です。それで次の日の昼間に目を覚ましたわけですから。どうしてそんなところに。誰もが持つ疑問だけど、当日は平日で、しかも落ちた橋は君の家とザックバランに行って、君が大災害の発生を事前に知っていて村から逃げる途中に吊り橋から落ちたんじゃないかっていう声もあるんだけど。冗談じゃないです。勝手なことを言わないでください。私も随分ひどい言い分だと思うよ。気を悪くしないでね。さて、次に圭一君が落ちたという吊り橋なんだけど、神社の裏から林道を抜けて至る吊り橋というのは、多分俺もあんまり行かないところなので自信はないですが。そんなに行かないところにどうして平日の朝に行った。それでこの君が気絶していたという河原なんだけど。ありえない。またありえないですか。またまだ。どうしてありえないと。火山ガスが発生したのは鬼ヶ淵という。それで学者の先生が緻密な模型を使ってシミュレーションをした。例の火山ガスってのは空気より地形に沿って低いところへ低いところへ流れ込む。それで発生源の鬼ヶ淵沼からそういうガスが噴出し、どれくらいの時間をかけて。そしたらさ、君が気絶していたという流れ込むんだよ、ガス。よく言ってる意味がわからない。つまり君が本当にこの河原で気絶していたなら、君は丸人だから、つまり君がここで気絶をしていた可能性は否定された。もっとザックバランに言うよ。私はね、君が嘘をついているんじゃない。君は大災害の時安全なところに身を潜めていて、ガスが薄れた頃合いを見計ら。どうかな、図星かな。別に仮にそうだったとして。驚かないとはどういう意味だい。あんたもさっき言いましたよね、ありえないって。あの雛見沢ではありえないことなんかいくらでも起こるんです。死んだはずの人が生きてる、そんなこと珍しいことじゃない。まさか俺自身が死んだはずなのに生きているってやつを一生しようって。じゃあ圭一君、話を変えるよ。あの大災害が雛見沢連続怪死事件の5年目のたたりでは。いや、
それはないですね。5年目のたたりは俺ですから。え？何のこと？何のことって、あんたの話に対する答えですよ。あの大災害は、まあ、俺が起こしたんです。俺がね、こんな村、丸ごと死んじまえって。そりゃ、豪快な話だね。豪快？そういう面白い言い方もあるんですね。鷹野さんも俺が殺したし、あの時の俺にはね、何かさと例えるなら足音？なんだいそれ。あんた足音を聞いたこともないんですか？てか、あんたも今日からは歩いてるとき、不意に立ち止まってみると面白い。それでね、自分がちゃんと立ち止まったにもかかわらず、足音が一つ、よく気をつけた方がいいですよ。そうだね、気をつけるようにするよ。そんなに俺、面白いこと話してますか？あんた、さっきからヘラヘラと笑ってばかり。監督と同じだ。俺のことを同情したり、話を聞いたりしてるふりをしながら、その実は。そんなことはないよ。俺にはわかるんだ。あんたの監督と同じだ。あの日もう足音は聞こえない。だから俺にはね、あんな恐ろしい力はない。今ここでもう一度、あんたの死を、俺に不愉快な話ばかりをする。あんたの死を。そうだな、今回は一つ死に方も決めてみた。高野さんは焼け死にだったから、じゃああんたは逆に水だ。水に溺れて死ぬってのはどうだい？絶好調だった当時の俺なら、次の朝までには完全。さてあんたは何日後に水で死ぬかな？あんたも気をつけろよ。俺ごときにたたり殺されるな。